寝方が僕と、え、こんな寝方ですか、え、かわいい少し動いた、アップにすると、ルカとルナの夏休みかな、え、かわいい、寝てます、今ちょっとこのね、机がめっちゃね、重くて、じゃ重くてじゃなくてヨレヨレで、いろいろめっちゃ、え、めっちゃフレームアウトしていくじゃん。もしかしてカメラ嫌い？もしかしてルカのこと嫌い？もしかしてめっちゃ嫌い？あ、小屋も見えますね。じゃあここで多分ね、起きない、ルルは。いくらルカがテレビで大笑いしとっても起きんので、このまま行きたいと思います。みんなこの時間もう寝てる時間かな。ちょっと、あ、ちょ、コメント全然読めてなかったので下から読んでいきます。ルル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 ルしか勝たん。ルカはおねんね、かわいい、おはるちゃん、ルルちゃんおねむか、そう、おねむです。ルー帰ってきた、ほんま。そう、ルルはもう本当に今めちゃめちゃ寝てますね。幸せ、本当に幸せです。ルルどんな夢見てるね。確かに、でもなんかルルたまになんか舌出してるんですよ、てーってだからちょっと多分舌出したり、なんかめちゃめちゃ小声で吠えてるんですよ。だからその時夢見てると思う。どんな夢見てるんだろう。でもこの間はなんかめっちゃ爆睡してて、いきなり起きて、なんかめっちゃ尻尾振りながら来たから、なんか助けてみたいな感じで来たんですよ。だからよっぽど夢でちょっと怖い夢とか見たのかなと思って、めっちゃ可愛かった。ルルちゃんとトイプードル、そう、トイテンプードルです。
なんかトイプードルにトイの間に点が入ること最近知って、なんかトイプードルって調べたらトイテンプードルって出てきて、あ、点いるんだみたいな。でもなんか点打つとなんかハッシュタグとかあれだけん、なんか反応せんけんトイプードルって行かせていただいてるんですけど、本当はトイテンプードルだったんだと思ってめっちゃびっくりしてる。あ、サンジネを聞いてて ありがとうございます。そう、今日は急遽リモートの出演だったんですけど、リモートはめちゃめちゃ緊張したリモート全然慣れなくて、なんかラジオ中にハッシュタグ見ながら聞いてたんですけど、ルカ電話出演だとなんか声変わるみたいなツイートをつぶやいてる方がいて、なんかどんな感じで聞こえてるんだろうと思って、なんか変な声だったのかなと思って思いながら、そう、なんかルーちゃんなんか電話だと声変わるんやなみたいなコメントがあって、えって思ったんですけど、自分じゃ分からんけんさ、どうなんだろうと思って、そう、トイ、そう、テン、テン、トイ、テン、プードルっていう文字で打つと入るんだって。それ知らなくて、知ってたけど改めて気づかされたというか、あ、テンあったなみたいな。風呂入る前に気づいて、あ、よかった、みんなもお風呂入ったのかな、てかありがとうございます、お風呂入るの止めてみてくれてるのかな、ありがとう。低い声だった、本当ですか。あ、でもなんかサンジャナイを前にリモートで打ち合わせしたんですけど、リモートズームだったんですけど、須田さんとか横にゃんとか三月地さんとかの顔をね見たんです。顔をね、ズームで打ち合わせだったので顔出しで打ち合わせしたんですけど、なんかもうリモート越しでもメンバーの顔とかスタッフさんの顔見るだけめっちゃなんか緊張しちゃって、なんかやっぱ家にいるのでだからなんか緊張しためっちゃ緊張して、なんかリモート本当に慣れない。なんか前自粛期間があった時もやっぱり家でさやることが多かったじゃないですか。その時もすっごく慣れなかった。うわ、びっくりした、え、大丈夫かな、怖い、ちょっとこっちの方が座りやすい。でもルル見えない、見えてるか、まさかの人見知りだって。でもなんかたまに会うとか久しぶりに会う人にはあの人見知りが出てると思います。結構そういうとこあるんですよね、ちょい人見知りみたいな、なんか関わり方が分からなくなって緊張するというか、そう、あの人との会話首やばい、でもいつもこんな感じで寝てますルルちゃんは。そう、久しぶりだと緊張する、そう遠くから直接会うと緊張しないのかな、いや緊張するよ、でもそれ以上にファンのみんなと会える嬉しさの方が勝ちます。でもやっぱ緊張したかな、うん、緊張した緊張した、それは緊張した、緊張ちゃんと緊張してた、そうそう、だからレアかもしれない、多分今度久しぶりにトーク会ある時は現地でトーク会がやっぱこの先はあるじゃないですか、必ずその時多分一番目にルカに出会う人は緊張したルカが見れると思います。そう、最初のもの人今緊張してね、そう緊張してるよそうなんです、実は緊張してる、なんか今日元気ないなとかじゃなくて普通に緊張してるんですよそう、なんかデート前みたいな感じだよね、本当にデート前どんな気持ちになるのか分かんないけど、気持ちはもうデート前なんか恥ずかしい緊張するみたいな感じですそう、お互い緊張だね、そう、でも緊張も楽しい、緊張してるのもドキドキ感、でも
やっぱり昨日じゃない明日のルカ、明日だったですよね、あのオンラインチャキチャ会。あ、ヨコニャンからいいね来ましたの通知が来た。え、というかあのストーリーにルルタンとの動画を上げたらクマさんからあなたのストーリーに返信が来ましたって、なんだろう、クマさんから通知が来てました、なんか、え、なんだろう、頑張って輝きに行きます、優しい。え、でもなんかトーク会が始まるってなった時に、始まるって言ってレーンに行った時に並んでるくださってる時がめっちゃ嬉しいんですよ。しかも、あ、ルカに会いたいと思って並んでくれてる方がいるんだっていう安心感とかがあるので、その開始時間同時にレーンにいてくださるとめっちゃなんか心強いっていうか安心感もすごい強いし、なんか待ってくれてたんだっていうのもすごい嬉しいし、嬉しいです、めちゃめちゃ嬉しい、本当に嬉しいんですよ。くまちゃんからなんて、開いてみる、安心感あるよ、めちゃめちゃ。サーターアンダギー美味しかった、美味しかった。え、どっちの話だろう、髪型の話。でも沖縄で撮影した時にやっぱり外出ができなかったから、その観光とかができなかった分、あのホテルにねサーターアンダギーが置いてあったの、メンバー用。そうそうそう、それがめっちゃ美味しかった。はーい、そう、あのホテルに置いてくださってて、そう、でもあれも買え、あの空港とかでも買えました。そう、母が大好きなのでサタンダギ買ってきてって、オンラインやったら参加して、ぜひ。そう、明日のオンライン会も、オンライントークはまさかの中止になっちゃったので、そうそう、なのでまたみんなと交流できる機会が延期に先延ばしになって、めちゃめちゃなんか、あー、オンライントーク会もかーっていう、すごい寂しいし、なんかいつ会えるんだろうっていう気持ちでいるけど、でもこうやってショールームとかでコメントしてくれたりとか、コメントで、あ、なんか今日も好きでいてくれてるんだっていうのを感じれてるから、そう、見に来てくれてありがとうございます。11時46分で夜なのに、そうそう、でもね、まあ、次会える時まで話したいことめちゃめちゃもちろんあるし、でもさらに話したいことも増えるじゃないですか、やっぱこの会えない期間が増えるとね、やっぱお互いの緊急報告とかもねできないままなので、一体直接できないままなので、ルカもそれまでみんなに何話そう、一人一人何話そうかなって考えるし、みんなもね楽しみと推し目の好きを貯めといてください、会えるまでに。うん、あら、クーンって言ってるちっちゃい声で可愛い天使。はい、ルルちゃん来たね、ね、そう、まさかのね、まさかの、そう、でも残念ですよ、本当になんか残念だけど、本当になんだろう、仕方ないって言葉があってるか分かんないけど、なんかもういつかかるか分かんないじゃないですか、あの今のねあれに。だから誰も謝る必要ないし、誰も責めることも絶対あのあっちゃいけないことだし、本当に誰がいつなるか分かんないから、ね、でも自分ができることはね、手洗いうがいとイソジンうがい
をねちゃんとして過ごしたいと思います。そう、健康第一やるかは本当にみんながもう毎日元気で健康でただただ健康でいてほしいです。ただただ元気で過ごしてほしいなって思うと思います。うん、本当にそうそうそう。金曜日は彼女のリリティが、あ、アンドですか？アンドの曲めっちゃ好きで、あのあーあーってやつ、タタタタラタラタタラタラタラタタタ、え、どういうわなごなんとかなんとかグーって、もうあのアップルミュージックで解禁されて日付が変わって、かなさんがストーリーに載せてたんですよ、違う載せてたんですよ、あの解禁されましたって音楽アプリ、その瞬間にもうダウンロードして、もうめっちゃ聴いてますよ本当に。パパにも勧めました、めっちゃいい曲だよって。エニーマイ、あ、そう、エイニーマミーマイニー、そうそうそう、ルカはあれが一番好きです。頭首折れるよ、大丈夫？でもこれがルル、もう解禁されてすぐダウンロードしました。もうカナさんの歌声が素晴らしいな。で、あれ劇場でカナさんのソロライブ、ソロ公演に行った時に聞いてて、初めて聞いたんだけど、めっちゃもうその瞬間から好きで、そう好き。いいなあ、新宿アルタ、いいないいな、めっちゃ楽しみ。見れないけど行けないけど、うん、セットリストとか気になりますね。いや本当にいい曲、あ、夏始まったって曲ですよ。タラタラタラタンタン、なんだっけ、ね、歌詞、歌詞がなんだっけな、あ、あ、オライベイビー、君とハグ、タラタラタンタラタラタラララタンで、なんか最初は歌詞が分かんなかったけど、その、あのミュージックでね、曲を聴くときに歌詞も一緒に見ながら聴くと、こんな歌詞なんだとか知れてめっちゃ面白い。あー、ルル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 ルタン、ねえルル、ルルタン落ちたね、落ちたね。はい、失礼いたしました、ルルさん今、一回転されたんですけど、今ルカの真横で爆睡に入りました。いやもう落ちたのが気づいてないぐらいもう寝てます、ちゃんと。はい、でもよかった、あのゴツンとかなんなくてあー面白い。誰か今動画撮ってる人いなかったかな、めっちゃ可愛かった。でもそのまま、自由です、もう爆睡に入ってます、ルカにお尻向けてますかわいいね。いやもうなんか本当に容量がやばくて、もうね今日も動画撮っちゃって、なんかルカがガチャガチャで動くバイキンマンのね車をね走らせたら、ルルが泣いちゃって、それでキャン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 って、でそれがまた可愛くて、でやってたらなんかルルが一回転して、それもまた可愛くて、そうそう、でその動画とかも可愛くて撮ったりとかしたら、またも容量がなくて、だからまずルルの動画を見て消せる動画は消さなきゃいけないんですよ、もう消去法にするしかない。だからでも写真を200枚消すだけでも 0. 点なんか減ったの、容量が消えてる。めっちゃいいじゃんと思って、写真も
容量減ることを知ったので、写真も結構過去のやつも消して、でなんかメールもそれで送れなかったりするので、今日一回送れませんってなったんですよね、メールが。でなんか今日一面で電話してたんですよ。で電話してたら、あのなんか電話しながらなんか写真とか送るんですよ、なんかその話題の写真とか。でその写真を送ったって言ってるのに、いざちゃんが送ったって言ってるのにろくに通知来てなくて、そしたらなんか容量ディスクのためなんかメッセージを受け取ったのが見れませんって言って、本当に送られてなくて、だからいざちゃんにもう一回送ってって言ってたりとかして、もう影響やばいと思って、容量の。だからね、本当にちょっとちゃんとしなきゃと思って、そうそう、うん、そうだから容量減らさないとやばいんです。かだから今日もう寝る前に容量めっちゃ減らしそうと思います。本当にやばいと思って、さすがに。そう、いやでもね、ビデオカメラは見返さないじゃないですか。携帯で撮るからこそすぐ見返せるっていうメリットがあるので、ちょっとほどほどにしないといけないなと思って、そう。でも動画もルルタンの動画載せたいけど、家が完全に映りすぎてるので、完全プライベートみたいな感じなので、載せれる部分があったら載せますね。でもインスタに載せたので、撮れたてほやほやの動画をぜひそちらを見てください。で写真もねインスタに載せたいんだけど、あのルルが本当に元気すぎて、あのインスタに写せる写真がなくて、なんか正面からの絶対ブレてたりとか、寝てるのはめっちゃあるけど、とかなんか食わしたりとか、背景めっちゃあのおうちみたいな、なのでそうちゃんと写真撮って載せたいと思います。そう、インスタ見てよ、お嬉しい。その服可愛いけどワンピースです。そうワンピースです。メリージェニー大好き。ギンガムチェックも好きだし、ワンピースも好きだし、なんかこのなんかダルって感じで着れるワンピースめっちゃ好き。でルルがねワンピースめっちゃ好きで、ワンピースの裾の一番下がフリフリしてるのがめっちゃ好きで、めっちゃねあのワンピースをねそうカミカミします。ルカワンピース着てるとついてなんかついてくるなと思ったらルルがめっちゃついてくるんです、ルカが回るたびに。そうすごい可愛いです。え嬉しい、初見さんだ、ありがとうございます。ぜひフォローしてください。うん、そうリボン可愛いよね、肩スキン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 、君が君であるための存在。お散歩デビューが待ち遠しいね。待ち遠しい、早くお散歩したいな。あテレビブロスのミオマルトのインタビュー見て、あ、ありがとうございます。体読ね、あ、そう、あと3分か、OK、待って、ワクチン打ちやすそうな服、ワクチン接種しやすそうな服って2連続できた、面白い。確かに、あ、確かにそうじゃん。そうそう、これとピンク持ってます、これのピンク。そう、そしたらねエゴさんもなんかもう一着、あ色違い持ってるみたいなのね言ってて、そうだからお揃いで着たいねって話したりもしてました。めっちゃ前の会話だけど、去年の夏とか。そうでそのみおちゃんとのねテレビブロスさんとのでインタビューさせていただいたんですけど、最近本当に
たくさんインタビューさせていただいたのが載ってて公開されてて、みおちゃんのとかヨシの関西でさせていただいたりとか、あと須田さんともねドワンゴ JP さんでさせていただいたとか本当にあるので、まだねそれを引用リツイートだったり写真とか載せれてないので、ちょっと明日ね載せようと思って、なんか引用リツイート続きだとなんかツイッターのフォロワーが減るって聞いたことあってちょっと悲しいなと思ったので、ちょっと時間を見つつタイミングとか見つつ載せていこうと思ってるので、引用リツイートとかもそう、あとやっぱりすぐも大事だけどその何日か後にしたらあもまた見ようって思ってくれる人もいるんじゃないかなと思ってるから、それをね狙ってるの。そうでも明日しようと思ってるのでぜひ待ってください。はい、ということでじゃああと1分なのでスクショタイムしております。ランキングちょっとさ今日さランキングこの間ランキング読めなかったからさ、ちょっとまだ大丈夫ね、ランキングごめんなさい、この間読めなくて今から見ます。13位レさん、12位クさん、11位シさん、10位ルさん、あそのままだった、9位キさん、8位エさん、7位ボさん、6位ナさん、5位カさん、4位トさん、3位モさん、2位ドさん、1位コさん、ありがとうございました。言えた、みんなありがとう、おやすみ、ギフトもありがとうございました、バイバーイ、おやすみ。